中年オタッキーです、今日はね、前回も、予告した通りこのカメラの紹介になっていきます。オリンパスのね、OM2N ですね。これちょっと張り側をね、ものすごく派手なものに張り替えてある。まあ以前、開封動画ですかで紹介しましたけどね、まあシャア専用で赤いんでシャア専用ということで何がシャアなんだとか、まあ、ガンダム知らないと分かんないでしょうけど、とてもね、いいカメラです。使いやすかったですね。それでまあ動画にしてまいります。はい、このね OM2N なんですけどもね、発売がね1979年になるみたいですね。価格がちょっと調べてないんで、調べてない時間がない調べるの忘れてた。でね、まあ、このカメラを語る上でその避けて取れないのがこいつの紹介ですよね。これ OM2 です。名前からも分かるようにね、 OM2 の、後継機というかマイナーチェンジ版になりますね。これオリンパスの OM シリーズ、 OM1 も OM1 と OM1N があるんですね。どちらも N バージョンアップの分があります。ちなみにこの OM2 の初代の方は1975年に発売になったみたいですね。こちらは、世界初の、TTL ダイレクト速攻機ということで、革命的なカメラだったわけなんですけども、そのカメラをさらに、バージョンアップというか小変更というかマイナーチェンジですね、したカメラになりますね。TTL ダイレクト速攻は、絞り有線 AE 時のみということで、マニュアル速攻の時の露出系はね、実はあの TTL 開放速攻なんですね。2系統の露出系を搭載しているということです。で、まあ、結構ね細かく変わってます。一番よくわかるのがね、このホットシューですね、ストロボのね、これ接点がね2つ見えますよね。で、OM2N は3つになってます。で、よくね言われるあのリセット操作、ね、リセット操作っていうのは OM2 の場合その電池を抜いたらリセット操作が必要になるんですけど、 OM2 はね、シャッター速度をバルブにすることによってリセット操作になります。このそこにリセットって書いてありますけどね。で、OM2N はね、そのリセット操作がね、一応ここにもリセットって書いてあるんですけども、この電源スイッチの方に映ってますね。電源スイッチの方でリセット操作をするということになるんでしょうか。はっきり分かんないんですけど、僕は両方やりました。なんかあの不安なんでね。でまあ普通にね撮れるようになってるんですね。で、今回のその撮影に使ったレンズがですね、これ随行もう N とか D とか表示がなくなったやつね、オリンパス OM システム随行 MC オート S50mm の F1.4、このレンズですね、このカメラについてきたジャンクレンズになるんですけども、まあ派手にコバ落ちしてます。中を見たら分かるんですけど、あのレンズのねその強度の中身が白くその色ハゲしてますよね。これ見た目が非常に悪いんですけどもね、あんまり写りに影響しないんで、安く買うにはおすすめのジャンクレンズになりますね。カビはね、ないですね。ちょっとね、汚れてたんです。後ろ玉も前玉も汚れてたんですけど、レンズクロスで拭いただけで綺麗になりました。結構お買い得だったんじゃないかな。これ4200円だったかな、このカメラ本体込み動作品だったんですけどね。でね、他にもね OM2 と OM2N、変更点がありまして、シャッター輸出がうるさいな、これ交通量がちょっと多い。これちょっと路上駐車してるんですよね。路上駐車っていうか待機場所で、車がよく通るんですけど、すみません、ちょっとうるさくなります。このシャッタースピード優先 AE 時ですね。この OM2 の方はシャッタースピードがね最長で60秒まで、OM2N がねそれはね
これがね120秒まで延長になってます。まあ、こんな感じでねいろいろと変わってるんですけども、一番ねなんていうんですか、嬉しい変更、嬉しい変更っていうのはね信頼性の向上らしいです。内部基板とかのね耐久性をねこちらはね OM2A の上げてあるらしいんで、中古で買う場合はね OM2 を狙うよりは OM2N を狙った方がいいかもしれませんね。まあどのみち古い電子カメラなんで壊れる可能性は高いんですけども、 OM2 に比べると調子がいいんではないかなって考えます。まあそんな感じで値段もあんま変わらないですね。ただ OM2A の弾数が少ないんですね。圧倒的に OM2 が多いんですけども、でね今回もねその 50mm のこの 1.4 のレンズで、作例をまあ撮ってきたんですけどね、今回使用したフィルムはいつものねイギリス製のケントメア100っていうモノクロフィルムになります。でまあ見ていくんですけどもね、もう全部ね、絞り F8AE で撮ってます。これねもう解像度お化けっていうぐらいのね、F8 で撮るとものすごいバリバリの写真になりました。で背景ボケもね結構ナチュラルですし、でねこれ強い光入れてみましたけどコパ落ちの影響も多分ないですよねこれね。うん、まあ、これもそうですけどね、とにかく解像度お化けということで、なかなか良いレンズになってます。随行のレンズ全体的に良さそうですね。ほとんどね僕使ったことがないんですよ随行のレンズってね。コンパクト系のカメラを結構使ってるんですけど、 OM シリーズはねこの間、ズボラさんからねいただいたのが初めてになるんでね、まだほとんど経験がないんですけどもね、かなりいいです。このレンズミラーレス一眼に乗せ替えるのはねペンタックスとかの方がねなんか人気のような気もしますけどね、ミノルタとか。このレンズなかなかいいです。でねちっちゃいんですね、そのレンズ全体的にちっちゃいです。でそのレンズによって大きさがあんまり、これね、こっちは 28mm の F3.5 でこっちは 50mm の F1.5、 あんまり大きさ全体的にねそのレンズの長さ、ズームレンズでも3570とかあんまり大きさが変わらないんですね。この、蛍光性というのにねひたすらこだわって設計してあるのがよくわかります。カメラ自体も小さいですしね、レンズも小さく作ってあります。よっぽど長い 200mm とかになってくると、まあ、話は別ですけど、こんな感じでねもうコンセプトがねしっかりしてるんですねこの OM シリーズ。とにかくね小さく作りたいで、小さく作ってもね、性能が落ちるのはダメだというね思想がよくわかりますね。これ舞谷義久さんっていう方が、設計した伝説になっているようなね人なんですけど、もう設計がしっかりしてますね。本当にねよく考えて作ってあります。でこのシャッター音とかね操作感なんですけどね、これもうすでに次のフィルムが入っちゃってるんで、こちらで説明しますね。こちらって言っても OM2 なんですけど、ちょっと安定して映るからこれちょっと不安定なんですよね。まあ、中身は大体一緒です。で蓋を開けますと、巻き戻しハンドル蓋を開けますね。まあこんな感じですね。まあ、ちょっと蓋を外そうか。これね OM2 OM シリーズはねみんな簡単に蓋外れるけど OM10 は外れなかったかな。でねシャッター膜はね横走りの布膜のフォーカルプレーン、で最速が1000分の1秒ですね。今1000分の1ちゃうわ、今8分の1だ。これね1000分の1が時々ね不安定になる、この答えはね不安定になるんですけど、あ綺麗に切れてますね。でねまあ金属製のねスライドレールでねしっかり作ってあります。でもうこれ見たらわかるんですけどね、これ OM1 の時も言いましたけど、これカメラの高さが低いのがよくわかるでしょ。このファインダーの覗き窓がもうちょっとはみ出るぐらい、カメラボディの高さが低く作ってあります。とにかくねひたすら蛍光性にこだわってるということで、でね操作音とか操作感は、もう一つです。このねちょっと砂利つくっていうんですか、巻き上げにね、この辺はねミノルタの XD とかと比べると全然違います。ニコンもねいい感触のものが多いですね、ニコン F シリーズとか。これはねちょっと砂利つきます。それ OM1 の時と同じです。シャッター音はただね
もうとにかく静かですね。その横走りの布枠のフォーカルブレーンの中ではこれトップクラスの静かなんじゃないでしょうかね。で前回前々回と、紹介したヤシカとかチノン の,、のカメラ紹介しましたけど、あれもすげえ衝撃が来ると言ってましたけど、これね比較的衝撃は柔らかいものになってますね。まああのこんな感じの紹介になるんですけども、ちょっと片手じゃつけれないまあいいカメラであるのは間違いないです。映りも良いですし、全部 AE で撮ったけどね、全部綺麗に撮れてるでしょ。ただやはりね、あの電子カメラということで脆弱性はね覚悟しなければなりません。使って楽しいカメラですし、映りも良いんですけども、壊れる可能性はどうしても避けれないですね。あとファインダーのねプリズムなんですけど、今回ねその全部でね OM1、OM2、全部で5台になったんだ。ズボラさんからいただいたものも含めてね、これ全部、全てファインダープリズムは腐食してました。そんなわけで、プリズムが腐食してないカメラを探すの方が難しいと思われます。でもし OM10 のね故障機ジャンクとかね、があったらね OM10 のプリズムは腐食しにくいらしいん で移植が可能らしいです。ちょっと詳しくは分かんないですけどね。移植するのもありでしょうし、アルミホイルとかでね補修するとかね、メッキテープで補修するとかいう、ね、技もありますけど、僕はねあのファインダープリズム腐食下の方なんであんまり気にせず使ってます。気になる方はどうしようもないですけどね。気にせず使っていいんじゃないですか。もうどうせ古いカメラなんでね。あの撮ってて楽しいカメラですし、映りもいいです。でかっこいいですよね。うん、まああのいろいろとでちっちゃいですし、まあいろんな意味でいいカメラだと思いました。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じで、ここからはね視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。ちょっと交通量がどんどん増えて音がうるさい、申し訳ない。ね、トップバッターはね、サムライジャパンさんから2枚ですね。1枚目がね、風を呼び込むっていうタイトルです。2枚目が寄ってみるっていうタイトルですね。1枚目がオリンパス 35ED 富士クロームベルビア100。2枚目がね、ペンタックスの K01。SMC FA リミテッド 43mmF1.9 クローズアップレンズ使用ということです。作品なんですけどね、これね、この状況でねリバーサルフィルムを使う勇気素晴らしいですね。光の具合といいね、あの風が吹き込むカーテンの具合といい、なんか涼しいね、あの夏の暑さを避ける涼しいってイメージがありますかね。2枚目の方なんですけど、これねコンクリートの構造物に穴が開いてるのかな。それをその近づいて撮った感じになりますけどもね、この手前の、前ボケを使ってね、あの被写体を生かす、構図にしてあると思います。光はちょっとないのかな。色といいね、そのなんかシール材かな、これの劣化具合といいディテールが面白い写真になってますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次は一都市九さんから、2枚、ね、1枚目がねなんという花、2枚目がね仕事終わりということで、カメラどちらも、ニコン F フォトミック、オート50mmF1.4、記録用100、どちらも同じデータで撮られております。で写真なんですけどもね、これね、背景ボケをね生かした 50mm のね解像度と背景ボケを生かした、ほとんど開放に近い、いやそうでもないな、ちょっと絞ってあるのかな、で撮ってありますね。これなんていう花なんでしょうね、僕もわかりません。で2枚目の仕事終わりなんですけどもね、もう長靴がドーンと映ってますけど、まあ、靴の入れほっとしたって感じなんでしょうかね。靴が並んでる写真ですけど、タイトルがね仕事終わりということでちょっと面白い写真になってると思います。はい、一都市区さんありがとうございます。次はね、テラーさんの作品でね、1枚、タイトルが化石となった海中ってことで、カメラが富士の X Pro 3、レンズが XF35mmF2.0 っていうことなんですけども、これはねモノクロで撮られてるんですよね。素晴らしい作品になってます。
どこかの水族館かなんかで撮ったんですが、これ、いい写真になってますね。光の具合がね、あの背中の甲羅に当たってる、って顔までしっかり出てますね、ディテールがね。これなかなかの写りになってます。アクロスモードかな、これはいい写真ということで、ちょっとタイトル画面ね、変わって間もないですが、次回からこの、化石となった海中、をタイトル画面にさせていただこうと思います。テラさんありがとうございます。次がね、フリーマンさん、いつもお世話になっておりますね。タイトルがね、お清めってことでね、カメラリコー XR1000S レンズツアイスジェナ DDR テッサー 50mmF2.8 フィルムがね、4年落ちのね、記録用100ということですね。写真なんですけどもね、4年落ちにしては状態が悪かったということで、結構色転び、マゼンダ側に色転びしてるのかな。僕色がはっきりわからないんでよくわからないんですけど、色転びしてますね。でもそれ以外は感動落ちとかディテール落ちもなくて、まあまあなんじゃないですかね。まあ基本4年、確かに4年ぐらいだったらね、普通に写ってほしいなっていう気もする。まあどんな基準だって話ですけどね。あの普通期限切れだったらダメって思ってる人が多い。まああのマニアックな世界にね、どんどん突入していってますけど、4年うちぐらいだったら新品と同じぐらいで写ってほしいですけどね。この間僕は、記録用400でね、ずいぶん前ですけど撮ったやつは、10年落ちだけどほとんど新品と変わらない写りでしたもんね。4年落ちにしてこの状態はちょっと悪いかもしれないですね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がね、これなんだ、シエンさんでよかったのかな。すいません、読めなかった。これ初投稿ですね。普段はデジタルカメラで写真をやってるんですが、オタッキーさんの動画からフィルムを始めてみた20代です。フィルムカメラ好きに始めてみたいと相談したら、これあげる不況と言われ、ゾルキーフを渡されて、フィルムカメラを使って撮った写真。いいですね。ゾルキーフをタダでもらいましたか。タイトルが1枚目がふとした窓際。じゃあ、ふと見た窓際。2枚目がね、ある日の港町ということです。1枚目はね、縦構図、2枚目が横構図になりますね。富士フイルムの記録用100でね、レンズはね、ジュピター50と、ジュピター8ですよね、これね。で、写真なんですけども、やはりジュピター8もバリバリの解像度ですね。色的にはね、記録用100ということなんで、ちょっと柔らかめというか、淡白な色調になってます。2枚目もそうですね。遠景までね、しっかり解像度が出てね、よく写って、てますね。さすがはジュピター8。ジュピター8はね、以前言いましたけど、カールツアイスのゾナーのコピーレンズになりますね。これどのぐらいのバージョンかはわからないんですけども、初期のバージョンなんかは特にドイツの職人が作って、ちゃんとね、ドイツの職人が、ソビエト連邦で作ってるということで、カールツアイスのレンズと変わりない、性能を持ってるんで、かなりお得という。いいカメラ、いいレンズもらいましたね。素晴らしい。ありがとうございます。支援さん、ありがとうございます。今日の宅飲トークのコーナーはここまで。次はね、俺のカメラがないんですよ、今日。やったー、やっちまったのコーナーになります。やったーやっちまったコーナーですね。今回は、時神さんからの投稿ですね。時神です。今回も YouTube で写真取り上げていただきありがとうございますということですね。先日岐阜のハードオフにてジャンクコーナーに放り込まれていたオリンパスミュー初代と遭遇。330円で売られていて、なんかかわいそうなのでつい買ってしまいました。価格は安いですが、やっちまったかと思いつつ、コダックゴールド200を詰めて試写してきましたということですね。これね、綺麗に撮れたけど押すだけカメラなのはマイナスポイントですね。でもやったですね、ということで330円は安いですよ。オリンパスミューの初代は結構な値段ついてると思います。レンズはね、 35mm のね、5分5枚、単焦点レンズということで、ね、すごく写りがいいと評判ですよね。このオリンパスミューは確かね、ミュー2だったかな、ちっちゃいやつもね、高いんですよね。で、ズームレンズのやつが比較的手に入れやすいものになるのかな。
うん、これ、データ書いてありますね。電子シャッター15分の1から500分の1、アクティブ AF35 センチから無限、プログラム AE ということで 170g しかないんですね。こんなちっちゃいカメラでね、こんな本格的な写真撮れるっていうことでね、写真、いいカメラだと思いますね。うん、ただ値段が高いのは、しょうがないです。あと電池が確か、なんだっけ、CR123A かなんか使うんですね。ちょっと高い電池が入ってしまうのはまあ仕方ないところでしょうか。はい、こんな感じで今日の動画は終了ですけども、どうだったでしょうかね。ネタはいろいろあるんですけども、次回の動画なんですけどね、ちょっと気になるニュースがね、その散見されるので、雑談の動画を久しぶりに上げていこうと思います。写真撮れてないわけじゃないんですよ。高川さんからいただいたカメラで、ミノルタの X7 ですか、もう早速撮りやがって、なんかテンション上がって一気にジバーンとねフィルム36枚撮り切ったんですけど、まあ現像すれば出てくるんですけどね、それの紹介はちょっと来週になるんですけども、次回の動画は土曜日か日曜日、明日ね、一日後に公開するということになるかもしれませんが、雑談のコーナーにな、雑談の動画に、なっていくと思います。はい、今日の動画、こんな感じです。高評価、コメント、どしどしお願いしますね。高評価本当にね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ押してください。で、コメントの方ね、ちょっとコメント返し、相変わらずちょっと遅れてますけど、だんだんね、飽和状態になってきてるんですけども、できるだけ頑張ってコメントは返していきますので、コメントの方よろしくお願いします。で、チャンネル登録の方ね、ものすごい勢いで増えてまして、通常ね、90人とか110人ぐらい1ヶ月に増えるんですけど、今月はね、160人ペースで増えています。なんでこんなに好調なのかよくわかんないですけど、好調なんで悪いことはないですね。で、現段階で今の時点で、チャンネル登録者2998名、あと2名で3000名になっています。3000名を超えたらね、カメラプレゼントのコーナーやりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日はここまで、次の動画をお待ちください。それではまた、ごきげんよう、さよなら。